さあそして打席は今日金子から2本のヒットを打っています大島。センター前とそしてライトへのヒット、セカンド後藤一塁へ、三塁ランナーリード、大きいタッチは、タッチはセーフだ。バルディリスはタッチしただろうというアピールをしましたが、今は後藤が素晴らしいプレー。いや本当に今日は後藤、今日は動きが切れています。助けてますね、金子を救うキャプテンのこの今の守備です。今の完全抜かれたと思いましたよね、取ってから。そして井出穂もランナーの動きをよく見ていました。今のプレードンピシャですもんね。取ってから一塁も早かった。今日はゴロ2つそしてライナー1つ、再三いいプレーを見せています。さあこれでしかし2アウトランナー2塁3塁、金子としては今のプレーに応えたいですよね。いや今の抜けてればもう1点間違いなくいかれてる、同点という、ね、ところですからね、これで本当にもう1回勝負いけましたよね。